ながら歌ってたわけじゃないんですよ。あの失敗したなって歌い終わった後に、歌ってる時はねちゃんと歌に集中してるんで、暑いなとは分かっていながらちゃんと歌ってたんですけど、失敗した。外で薄着で優勝できるかなと思って来たんですけど、中やったらめちゃくちゃ暑いですね。いや、あの温まりたい人はいつでも小松の、腰と下腹にあの集まってくれるので、まだお昼なんでいろいろ言えませんが、でもお昼やから歌えないみたいな歌を後で歌います。意味わからへんけど改めまして小松沙織と言います、今日はですね、お寒い中、お越しいただきありがとうございます、大阪の西をもっと盛り上げたいねん、何は筋が大阪の街になったらええなって言ってください、以下声かけにご協力ください、回廊ではドリンクやフードのオーダーも可能です。ぜひ皆さんドリンク片手にお食事しながらライブを楽しんでもらって、今日が良い一日になればいいなと思います。多分これ誰かと書いたんですね。飲みながら楽しむライブって最高ですからね。ドリンクとかたくさん出たらまた次の開催もここでライブできるんですけどな。またここでライブしたいな、誰か早く注文せえへんかなって書いてます。なのでこれ私が言ってるんじゃなくて言わされてるんですよ。これ言わされてるんですよ。あ、これ私の紹介する前に言うやつやった。あ、先に演奏しちゃった。まあ頼めってことです、はい、演奏中でももちろんいいんで何か頼んでください。では次ですね、僕らの旅という曲なんですけれども、この曲は、私がスポーツ好きでクロスフィットというトレーニングをしているんですけど、そのトレーニングの中で、テーマソングを作ろうって話になって、私がぜひ作らせてくださいということでクロスフィットのジムの、テーマソング僕らの旅を作らせていただきました。では聴いてください。
ちょっと個人的に盛り上がってきたところで、オリジナルさせていただきます。ただ皆さん知ってる曲を、3曲させていただきたいなと思ってて、1個くらい、1個わかる、もう1個ちょっと夜の曲どうでしょうか、この構成は、1個くらい、1個って何、1個わかる、1個夜の曲2回言いました、1個くらいですからね、あの心持っていかれへんように、いやそんなくらい内容でもないけど、曲がくらい、はい、くらいの言っときますかね、今こう上昇中やけど1回落としときますか、うん、1回大阪市一回落としときます。ちょっと天気は明るくなった。天気は明るくなった。くらい行きたい。この曲は、もうド定番。チェリーじゃないですよ。暗くないよ。知ってる方はあって思いながら。歌わんとってください。You're the one.
は。次も暗い曲いきます。オリジナル曲なんですけど、メッセージというのを
大阪の西をもっと盛り上げたいねん。なにわ筋が大阪の町になったらええな。以下声かけご協力ください。会場ではドリンクやフードのオーダーも可能です。ぜひ皆さんドリンク片手に食事しながらライブを楽しんでもらって、今日が良い一日になればいいなと思います。飲みながらライブ楽しむって最高ですからね。ドリンクとかたくさん出たらまた次の開催の資金も、あ、資金は書いてなかった。次の開催もここでライブできるけどな、またここでライブしたいな、誰かお金落とさへんか、違う、書いてなかった、誰か早く頼まへんかなって書いてます。誰か頼まへんかなって、お金とか書いてないんですよ、書いてなかったよ、資金とかも書いてなかったですよ。では次は、知らんやつが来て知らんと、うと、うと、知らん歌歌ったらもう暇、わかります。あの、自分がそうなんで、みんな知ってる曲歌います、歌いましょう、歌いますし歌います、歌ってください。次は歌っていいやつです。ラララです、ラララ。ラララって多分1個しかないですよね。なんか違う歌聞こえてきたけど、ラララとか、なんかちょっと青春っぽい音が聞こえてきたけど、そっちはちょっとね、あの持ちネタじゃないんですよ。私のネタ上にはそっちは今回収録されてなかったですね。あの2人のアイランドまででした。夏夏夏夏ココナッツまででした。なんで短パンやねん、短パン短すぎるやろ。だからいいんですよ、あのそういう時代やったから。まあね、いろいろうるさいから、子供の人があれくらいの短パン入ったらいろいろなんかあるから、テレビでね、テレビ局の敷地やけど、言うたらあかんけど。でも私あれですよ、今日ここ来るときちゃんと6チャンネルつけてきましたから。なので今日の視聴率の 1% は必ず私ですから。 1% です。 1% は私が握ってます。なので 1% になるんかな、1人で見たらどういう計算かちょっと分かるけど、うん、なら100人で見たら100万なんて、まあ多分違う、どういう計算なんやろ、分からへんけど、あの 1% ですきっと。はい、朝もねちゃんと6チャンネル見てますよ。むしろ6以外もつけない。だってあの車のナビもう6ですもん、ついたら絶対。ほんでのあのヘダインさんとかね、もう絶対朝弱いのに朝の番組出てはるしね、もう分かるんですよ、もう絶対眠たい時間に絶対出てるって。でもそういうのみたいですね、きっとテレビ。テレビ局の時期って言ってるけど。でも、あのいいんです、私、6ちゃん見続けるんで、ずっと 1% 活動するんで、あのこの 1% がなくなるまで、多分絶対6ちゃんのやつやってると思うんで、私が生きてる限り、必ずその 1% は確保されてる。皆さんも、ぜひあの、今、4とか8とか10とか浮気してる人、ぜひ6に行ってくださいね。もう2チャンネルに関してはね、もう個人のいろいろあるじゃないですか。やけど10人と2はね、6見ましょう。で、あのワンセグある方、とりあえず1枚に6に設定しておきましょう。もう6しかつかない、つけない、つかない、もうつけたら6、あの回し物じゃないんで、敷地使う分はしてもらってるっていう、あの経緯です。でも経緯で見てるわけじゃない、ちゃんと6チャンネル面白い。ではラララ、今日喋ったラララ行きます。歌と喋りどっちやねんって、でも喧嘩するわ、あのここで、あのちっちゃいアスマと、ね、ではゆっくり行くんで、皆さんラララの日これ聴いてみます。ララ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 ラ大丈夫かな、喉の方は大丈夫かな、皆さん、あのうーとか言う人いなくなる、いないですか、大丈夫ですか、この日大丈夫です。では皆さん喉もきっとね、あのアルコールで温まってると思うんですね。あの今からこの日でいきますよ、ね、D の歌えるとこだけ歌って怪しいところは引っ込んで、とりあえず歌わないと。
しあなたしかいないしねえ、せーの、ララ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 
Don't you hold me, my baby.